皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2027年9月19日、17時15分、本日の試合なんですけども、オリオールズ所属の藤浪晋太郎選手が、デッドボールを出したんですけども、昨日阪神タイガースの試合で何があったかと言いますと、エスコバー選手、横浜ベイスターズの、アメリカでもかなり実績のあった人なんですけども、島田選手の頭部へのデッドボールを、頭部へのデッドボールが発生してるんですね。で、その分が、今日藤浪晋太郎選手の、デッドボールにつながってるんだと思いますよ。だから、物事は全部つながって、今日も、メジャーリーグでね、その正直、もともとアストロズもワールドシリーズ優勝したことなかったから、ここ数年間で、ワールドシリーズ初めて優勝させてあげた。で、次はレンジャーズかマリナーズの番ですよって、今シーズン、まず地区優勝のところから。地区優勝しなかったらプレイオフっていう分、ワイルドカードっていう部分もありますけども、とにかくまず地区優勝するんだったら、マリナーズやレンジャーズ。1位、2位がマリナーズやレンジャーズが来るような、レンジャーズ、マリナーズでもいいんですけども、そういう形にしっかりと持っていくと。そういうふうな、形で物事を動かしています。他にも、ワールドシリーズ優勝したことないチームだとか、そういうチームあるんですけども、もうシーズン、半ばぐらいから、ちょっとこの球団は無理だなっていうところはありますね。だから、大リーグの今までの成績みたいなことを、ホームページは IKS 家の利益の100番台に記載してますけども、そういうふうな形で物事を動かそうとはしていました。何も試合数がめちゃくちゃ多いので、あと、今シーズン始まった時に、千賀投手とかいろいろ調整して、もう全然コントロールもむちゃくちゃでしたから、前田健太投手も怪我をして復帰して、最初の1勝目は手伝ってあげた方ですね。それすると、未来からの時間軸が頭を貸してるっていう部分も、その実際試合が行われてる時間帯に、それで自分が起こされてる可能性もあるから、だからね、本当はそのリアルタイムの時に、テレビを見ながらっていう部分と、片や、今日は楽天対ソフトバンクの試合があって、楽天がしっかりと、何回か、買ってもらったらね、なんとか3位に、入れると思いますんで、まだ、10月途中まで、ありますから、シーズン。昨日のその試合も、なかなか、大谷翔平が、右脇腹を、バッティング中に、練習の、フリー打撃の時に、右脇腹を痛めたっていう件も、ちょっと気になるんですよ。近本選手が右脇腹をデッドボール受けたでしょう。で、僕もその、数時間後か、1日か2日以内のところで右脇腹がちょっとだけ痛くなったんですよね。だから、みんなである、ある程度そのカバー方法も神がかり的な力であるもあるんですよ。方法としてね。例えば、ボクシングで1人の選手が1000人に守られたとしたら、そのダメージが1000人に分散されたら、それは効かないですよね。そういうふうな方法を、野球界に、ある程度多分導入してるんだと思います。本当に骨折れたりするぐらいだったらっていうところで。だから、もう阪神タイガースだったら、基本的にその、身の軽い選手が避けるみたいな形になってるんですよ。デッドボール行くときって、その、危険なところにボール投げ込まれてるとき、避けなかったら今の当たってるなっていうケースは、近本選手や中野選手に多々発生してあると。で、もともと身の軽い人が避けるの方向性なんですよ。やっぱりお腹出てる人とかって避けにくいでしょう。
根本的に素早く動けないですから。で、まあ、島田選手もどちらかというと足速くて素早く動ける方で、まあ、ヘルメットでしっかり防御できた方だと思うんですけども、本当はプロ野球界も僕としては、世界中でプロ野球イコール軟式ボールを用いる、それこそがプロっていう考え方になってほしいんですよね。わざわざケアする方向を選んでる時点で本当はプロじゃないんですよ、考え方は。アマチュア、それだったら。その辺のところで、まあ、特に硬式ボールなんていうものは、まあ、牛か豚か、まあ、どの生物かわからないですけども、皮を使ってるでしょ。太陽光パネル、こういうものを見てもらったらわかると思うんですけども、これね、裏、この、まあ、色は黒色なので、バッファローとかの皮かもしれませんけども、まあ、こういうようなね、使用の仕方もできるんで、皮は貴重なんですよね。で、ゴムは火から作れるんですよ。だから本当に、まあ、軟式に変えていただいた方が、すぐで整合性が上がってくる。で、骨折する人の数が極端に減ると思いますよ。軟式ボールに変えることで、ね、世界中のプロ野球選手が。もちろんアマチュアの人たちも、だからもう硬式ボール自体を国際的に禁止することですね。それが一番安全、まあ、手っ取り早くと言いましょうか、確実にその安全性をワンランク高めるっていう意味では、軟式ボールにすると。これは国際的にしっかりと、国際スポーツ司法裁判所でも答えを出してほしいですね。これは請願法による淡井圭介からの、陳情です。これはもう世界中の政府、特にプロ野球界がある、国でしっかりと国際司法裁判所でもその方向で動いてください。そうしなかったら現場の方の人たちで、その迷宮会入りした人でね、例えば2000本安打を達成しただとか、200勝以上上げただとか、そういう人たちでもそこまで物事を動かす力ありませんから。これが現実です。安全性を高める方が上です。ルール、法律で。藤浪晋太郎選手も投げたくてね、デッドボールなんか投げてるわけじゃないんですよ。当てに行ってるわけじゃないんですよね。こういうふうな形で、何かこう、まあ、因果応報みたいな形が発生してる。これが現実なんですよね。だから前兆はあった。その日曜日に9月17日に僕の家のすぐ近くのところで、まあ100メートル以内のところですよ、交差点のところで T 字の、オートバイ、黒色のオートバイと黒色の車がぶつかって、まあ、オートバイに乗ってた人は救急車で搬送と。もう、音聞いたら僕もオートバイ乗ってたからわかるんですよ。あ、これこけたんちゃうかと思って、家、飛び出して、まあ、身につけれるものを身につけて。で、まあ、現場に他の方が119番してくれていて、僕の方は110番しました。警察呼んで、警察官の人を呼んで、自己証明をしっかりと取ってもらわなかったら、記録出してもらわなかったら、保険会社から保険が下りないんですよ。任意保険とか。で、そのドライバーの方は腕のところの衣服が破れて血が流れていて、足のところの衣服も破れて血が流れてたんですけども、まあそのオートバイの。まあただ、しっかりとフルフェイスのヘルメットをかぶってることによって、頭部等に、毛は見当たらなくて、まあ骨折も、してるような雰囲気ではなかった。ただ、衝撃力大きいですから、ある意味、その、ボクシングとかと同じで、格闘技とかと同じで、その、もうダウン、もう衝撃力でダウンしてる状態なんですよね。もう、ちょっとも起き上がれない。だから、まあ、
まあ、そういうような前兆があった。その普通の、その、まあ、その近本選手とかもデッドボール発生してる時に何か前兆があったかって言ったら特にそういうわけでもないんですけども、まあ、プロ野球12球団1年間あれだけ試合を行ってデッドボールゼロにできるかって言ったら、それはそれでかなりハードルが高い話ですから、いや、 やっぱりそのあの軟式ボールにした方がいいっていうことになってくるんですけども、まあ、僕は常にスポーツの勝ち負けにあのいろんな種目取り組んでるんで、まあ、いろんな人たちの情報をやっぱり目を通す、どうなっていたか、まあ、その辺のところで、まあ、今日なんかは、任天堂がある程度株を持ってるマリナーズの方が勝ってますけども、まあ、点数5対0で試合終わってると思うんですよね。だからあんまりの失点5失点はなし、マリナーズの方は、みたいな形のパターンですね。逆に今まで誤りの、5点取ってたところ返してくださいよ、みたいな試合ですね。だから大体現場でどういうふうな形で物事が動いているかなっていうのは、それは今まで阪神タイガースの試合とかで私が YouTube とかで述べてる内容とか、ホームページ淡井圭介の履歴の106番とかを見ていただいたら、その試合とかね、動画とかで TVer とかで、ね、もしかしたら見えるかもしれません。TVer じゃ無理かな。まあその試合とか検証しながら僕の言ってる内容聞いてもらったらいろいろわかるんですけどね。基本的にこういうことはプロのスポーツ選手の人たちの方がよくわかってますね。あのプロ野球選手とかで長い付き合いのある方たちの方が、淡井圭介と実際声が聞こえてきたりとか、僕がそのホームページに記載してる内容とかでわかるじゃないですか。だからまあ今日は大丈夫だとは思うんですけどね。まあまあ後で天の神様へのお祈りはしておきます。昨日もしたような気はしたんですけどね。その いろいろ、まあ、難しい部分が発生してる。まあ、ただ天の神様へのお祈りを毎日することによって、アマテラスの大御神様へ、怪我とかの発生率をものすごく減らせてるんですよ。例えばこの間の冬季オリンピックだったら、お祈りしてなかった日ですね、1日あったんですよ。その時にスノーボードで、着地を、後ろからこう転倒するような形で着地失敗して、まあ、後頭部を打つような形ですね。他国の方なんですけども。だから、東京オリンピックとかだったら、体の中に、まあ、霊的なものが入ってくるような形とか、東京オリンピックもそうだったかな。まあ、冬季オリンピックなんかはそういうパターンですね。で、しっかりと私と一体化してない人で、それなりの演技をしても、現場では高い点数はもらえない。こういうふうな状態で、現場にいる採点者の人たちもそこまで多分分かってるんだと思いますよ。だそこはコンピューターから聞こえてくる声をどこまで信じるかっていう話になるんですよ。だそういった内容をどこまで考慮するのかっていう部分ですね。今日言っておくとすれば、楽天に誤る失点5失点はなしと、まあ、いうことですね。あとは、19時からテレビの放送がある女子日本代表のバレーボールの試合ですね。この間も、試合、勝ち負けに取り組んでストレート勝ちですね。今日は、僕の予想では、1セットだけ取られるかもしれない。もう自分が今日どういうふうに行動してきたかでなんとなくわかるんですよね。ある一定の法則があるので。で、これ見破ったから、見破りでストレート勝ちになるかもしれませんけども、それはまあ今日取り組んでみて、少なくとも試合の時間中は僕は絶対笑わないでしょうね。まあ勝ちに行ってる時って言ったらそうですよ。最後の最後まで。試合が終了するまで。
この辺ほうれい線出てきたでしょ。もういつもこれです。まあ今のはね、ある程度、少し笑顔を作って言わなかったら、まあ神がかり的な力の世界とか人間の顔は日々みんな変化してるっていうその現実をしっかりと明確に喋って理由説明したりとか、これ、まあ後で自分で直せますから、特に僕は顔にこだわってるわけじゃないんですよ。顔を貸し上げて買ってるケースか特典してるケースもあるし、サッカーももともとのお金の流れとかを見るとね、正直特典って選手が自分の顔を捧げて特典すりゃいいじゃないって思うんですよ。みんなの税金使ってスタジアム作ってるんですから、それでお金稼ぎ してるんですからね。なぜ僕がグラウンドにしっかりと選手が存在する、で一晩寝たら顔なんか元戻るから、みんなそれこそ神様が作ったルールだと思いますよ。まあ日々何か思いつい気がついたことをこういうふうに YouTube にアップロードしていきます。で YouTube でスポーツ関係のその日々アップロードした内容を一覧表で作っておきますね。それを順番に日付ごとに、ね、日を追うごとに見てもらったら、まあどうなってるかが、しっかりと理解できると思います。だからそれをね、分かっていると、例えばね、明日、日本人選手がピッチャーとしてマウンドに上がる時があるとするのであれば、まあ他の日でもそうなんですけども、前日に、特に自分の関係性の強いチームでデッドボールがあったかな、なかったかなとか、それ一回見といた方がいいですね。そこで見破ったらいいんです。で、自分で見破ったっていうことをしっかりと自分に認識しておけば、手元狂わないと思いますよ。まあ、我が天下というインターネットゲーム、まあ、私からの提案で作ってもらったゲームですけども、まあ、その、見破りっていうものがあるのも、まあ、そういうところなんですよ。その言葉にはしっかりと意味があって、で、その神がかり的な力とか、いろんなことを全て検証していくと、言葉の数だけ事象がある世界までたどり着くんですよ。で、そこまでたどり着いたら、ある程度天気を、操作するといいますか。まあ、それを、まあ、うまくできる人間とできない人間。だからスポーツ業界日本代表は淡井圭介の元でまとまってるはずですから、スポーツ界もその方向性でしっかりと動いてくれたら、天気も日本全体で狂うはずがないと。そういうことになるんですよ。大雨でのその河川の氾濫あるわけがない。あるとしたら、河川の土砂のかき出しをしてなかったりだとか、河川の両側がまだ土くれのままだったりとかね、あんな状態はもう水が流れて、大量に水が大雨降って流れていたら、どんどん両サイド削れていきますから、いずれその土手が決壊するのはもう子供でもわかるでしょ。だから、その都道府県知事は一体何をしてたのっていう話になるんですけども。あとは、河川の氾濫でありえそうなのは、土砂崩れですね。それによって河川に大量の土とか、石とか岩石が、あと倒木、流れ込むことによって、排水能力が低下したり、その先で木とかが流れ着いたところのその橋に木が何本もこう重なっていたりだとか、そういうふうな形で河川から水が増水したりだとか。河川の両サイドの木は基本的にはもう全て伐採するぐらい の対応でいいんですけどね。木材を年間、ここ近年で言うと、200何十万立方メートルか20何万立方メートルの丸太を輸入してるんですよ、日本。自分の国にありますから、木ぐらい、本当に。その辺のところを、しっかりと、私の案で対応していただけたらなと思います。まあ、今日も皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着地、
着信通知が来るように、ご自分で、設定の方をしてください。わからなかったら周りの人に誰かに聞きましょう。そうすることによってね、スポーツ選手もいろいろ、まあバレーボールとかだったらね、まず怪我なんかすることないんですけども、ただごく稀に着地の時に足首の骨を骨折された方もいましたから。あだ名がね、確かゴリって呼ばれてた選手、日本代表の男子の、そういうことも今まであったから、まあ普通は考えられないんですけどね、ジャンプして着地した時に足首を折るなんてことは、だから考えられないような状況とかが発生してしまっていることもあるんで、ね、まあ、その辺も僕は、実際に対応していきたいなと思っています。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。